今日の締めで、はい、それここでいただきつつ。ああ、はい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 。という相談をしながら、小林さんが、これ今何作ってんでしたっけ？カニの炊き込みご飯ですね。カニの炊き込みご飯を作っています。はい。めちゃめちゃ豪華なカニでございます。ちょっとカニを多めに入れときますか、じゃあ。おー、ほんとでけえな、ほんとでけえな、このカニ。入る分だけ入れときましょう。やばいっすね。実家カニでしたっけ？実家カニじゃないっす。実家カニじゃないです。実家カニってなんすか？あ、そもそも海がないのか。海はない、群馬は。そっか、そうですね。一生に一度こう拝めるかどうかのカニのサイズと量ですね、これ。半端じゃないですね。サイズ的に言うとこれ 3L サイズぐらいじゃないですか。いや、L ぐらいじゃないですか。あ、これで L なんですか。多分そんなに大きいやつじゃないですか、多分。いや、でかいけどな。ロンコンはカニ取れない。カニ取れるけど、こういうでかいカニじゃないですね。もっとちっちゃいやつ。エビは伊勢エビとかそういうの結構取れます。じゃあこれで炊飯器に入れますよ。はい。パツパツだな。パツパツ、すごいね。炊けんのかな。はい、はい。先ほど小林さんが炊き始めたというか、炊いておったカニご飯が出来上がりました。カニです。めちゃめちゃ美味しそうで豪華なカニでございます。はい、作った小林さんでございます。感想お願いします。ご飯が弱くなりました。あ、しまった。勘弁してください。間違ってミカさんの顔映しちゃった。あ、全然。そこはあの加工します。加工して、はい、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ皆さんで食べていただければ年末。ありがとうございます。いただきます。いただきます。いただきます。お疲れ様です。こっち入れる。ちょ、いただきます。ちゃんと僕の分もありますよ。うまっ。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。カニの香りがほんとやばいんですよ。やばいね。相当やばいです。サミットから帰ってきた時、すごいカニ臭で、やばかったですね。思ったほどやばくはない。うん、うん、最高です。ということで、美味しくいただきます。ダイス。